こんにちは。えー、今日は、えー、っと、ダイソーさんでグラデーションウールの新色と新しい糸がありましたので買ってきました。これはですね、あの、今日仕事終わってきつかったんですけれども、スマホを見たら、ちょっと前置きが長いんですけれども、スマホを見たらですね、コメントをいただいてて、グラデーションウールの新色がありましたよって教えてくださった方がいてですね、<laughs> もうグラデーションウールの新色を本当に待ってたんですよ。 なので他の糸新色っていうか新しい糸は買わずに待ってたんですよね本当にセリアさんとかあとダイソーさんのメランジトリコそれからミストヤーン、えっと、ポストカード以外は買ってないんですよなのでこれをねちょっと買ってきましたであの行ったらまた新しい糸が出てたのでこれはすごく気になったのでこれだけですね 買ってきたのでご紹介したいと思います。コメントをくれ、くださった方、本当にありがとうございました。もうめっちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。ではね、あの、軽くですね、紹介していきたいと思います。まずグラデーションウールの新色からですね。これ、これになります。ジャンコードがこちらです。ジャンコードがこちら。そしてカラーナンバーが G-24 ハーベストこれで,す、ね、でまあ,あの目安ですけれども、えー、ニット棒これ写真イメージですって書いてますけれども大人用で2玉から3玉メリヤス編みでって書いてますねこんな感じですそして棒針が8号針かぎ針が7号針になってますで表記がこういう感じになってまして そして、ウールが100%、30g の 73m となってます。綺麗。綺麗じゃないですか、これ。ね。なんか、えっと、ハーベストっていう名前ですけれども、見た感じはね、すごくなんかこう明るく見えるんですけれども、このイメージの、これを見ると、まあ、落ち着いた感じですね。 こういうい感じです。またねあの試し編みをねしてみたいなと思うんですけれどもエンジ、ワインレッドそれからモスグリーンなんかオレンジっぽい色とかいろいろ入ってますけれどもこういう感じになります。こう見ていただいたら一番わかると思うんですけれどもこれでまたね試し編みをして編んでいこうかなと思います。 まずこれが1玉目。そしてこれ。これが、ジャンコードがこちらになります。で、カラーナンバーが G の25、レッドミックス。他はあの同じなので省かせていただきます。レッドミックスってなんでレッドミックスなんて思ったんですよ。これ、これだけ1玉しかなくて、もうね、全然、あの、店頭にある分を買ったんですけれども、これだけ1玉しかなくて、 今さっき見た時に「えなんでレッドミックスなん?」とか思ったらこう中に <laughs> こんな感じでこんな感じでね入ってて赤いところがなので「あこれか」とかも、ね「<laughs> これか」今ちょっと素になったんですけど「あこれね」とか思って、まあ、ちょっと赤があるんですけどこれ一玉しかなかったのでこんな全部が全部こういう巻きかどうか分かんないんですけど表にね赤っぽい色がこう出てるのもある,あるんじゃないかなとか思うんですけれどもこのイメージの。 このここを見るとなんか水色っぽい色があんまり少しこう入ってる感じはあるんですけれども編んだらどんな感じになるのかなと思ってこれ最初パッと見た時はもう水色っぽいなって思ったんですよ本当にでもこれ見た時にえ全然違うとか思ってで名前見てこう見たらあこうなっとんやんとか思って <laughs> ねえなんか編むのが楽しみな人ですこれはですねこれとそれからこちらです ジャンコードがこちらでこれが G の26オータムという糸になりますイメージがこんな感じですねまあ見たまんまかなそんな感じですねで中こういうきれいな,なんかほんと編むのが楽しみです編んでいくとね全然この見た目と違うので何でもそうなんですけど編んだらね違うのでまたね試し編みをしていきたいと思います これですね、グラデーションウールのンタマメ。そして最後がこちらですジャンコードがこれですそしてカラーナンバーが G の27番サバンナこれもねなんかもうこのイメージともう本当にイメージと このイメージと私のイメージが全く同じようなイメージなんですけれども、こういう感じで、ちょっと光が入ってごめんなさい。中こういう感じですね。やっぱり編んで、ね、編んでからこう見ていただくのが一番わかりやすいかなと思うので、また編みたいなと思います。細編みで。<laughs> なので、これはまた編ませていただきますね。ちょっと今,今日はこの このままをちょっとね、ご紹介する形になりますけれども、これが最後です。そして、その時にですね、新しい糸、いろいろあったんですけれども、あ、これいいなと思って買ったのが、このスパークルという、この糸になります。これ新しい糸だと思います。スパークル。ジャンコードがこちらです。キラキラ、キラキラ、キラキラしてるんですよ。見え、見えますよね。多分、実物見た方がすごいキラキラしてるんですけれども。 スマホ越しにもキラキララ見えますよねもっとキラキラしてますよ本当にこんな感じでそしてカラーナンバーが71番マスタードです表記はこんな感じですそしてアクリルが99%ポリエステルが1% 35g の 100m 棒針が5からごめんなさい棒針が6から8かぎ針が55になってます綺麗ですよめっちゃ綺麗このマスタード色も綺麗だしこのキラキラもなんかこう金色っぽいキラキラが入ってるんですよラメキラキラキラってなので本当に綺麗編んだらまた綺麗なんだろうなと思いまして 今日買ってきました。<laughs> で、これがグレーですね。ジャンコードがこちらで、カラーナンバーが72番のグレーになります。あとは同じなので省きます。これは銀色のキラキラが入ってます。わかるかなちょっとわかりますよね。でも実物で見た方が本当にキラキラしてます。スマホで見るより、スマホ越しに見るより、すごくキラキラして綺麗な糸だと思います。 そして最後がこれですねジャンコードがこちらですカラーナンバーが73番ブルーこれも銀色の銀色というかちょっとん銀色じゃないかなちょっと色が入ったちょっと薄いブルーが入っているのかながキラキラしてますけれども銀色かもしれないシルバーかもしれないんですけれども ごめんなさい、ご飯のけと音がした。生活感丸出しで、まあ。申し訳ないです。はい、ごめんなさい。<laughs> こんな感じでキラキラしてますね。綺麗ですね。これもね、何かこう編んだらきっと綺麗なんじゃないかなと思って、他の糸はちょっと我慢しましたけれども、このスパークルという糸だけ、グラデーションオイルは絶対にね、欲しかったので飛んでいきましたけれども、このスパークルという糸は、えっと、見つけたので買ってきました。 はい。今日はこんなね、このご紹介になりますけれども、えっ、ー、と、とりあえずグラデーションウールの新色を待ってたので、えっ、ー、と、セリアさんとかの新,新しい糸とかもね、買わずに <laughs> 我慢、ぐっと我慢して、ダイソーさんもね、ネップラメとか、えっ、ー、と、名前ちょっと見てないんですけど、スパンコールがこうついたような糸、それから、うんと、彩りだったかな。そうなんかそういう名前の糸だったと思うんですけれども、他にも、まあ、あったんですけれども、 今回は、ぐっと我慢しました。このグラデーションウールが出るのを待って <laughs>。ね、やっと出て、すごく嬉しいです。もう本当に今日、仕事終わって、スマホね、いつも見るんですけど、見て、あ、コメントもらえてると思って開いたら、そういうコメントだったので、わ、嘘ーとか思って、本当に、あの、ありがたかったです。ありが、本当に情報、ありがとうございます。なかなかね、あの、 行っっててない時にこう出,出ちゃったりしてることもあるのでもういつ出たかちょっとわからないんですけれども,、ね、もうご紹介されてる YouTuber さんがいらっしゃるかもしれないですけれども本当にね嬉しかったんですよグラデーションフール待ってたので <laughs> それで行ったらこのねこの糸にも出会えたので今回は本当に。 やったたなと思いました、えっと、今回ですねあのダイソーさんでもうここ雑談ですけれどもメランジトリコの新色ポストカードの新色小さくなってですねポストカードの新色それからミストヤンの新色それからアムコロ1玉ですけれども新色を買ったんですよね。アムコロはちょっと1玉買っただけだったのであの購入品紹介はしてなかったですけれども他のねさあの3種類の糸は、えっと、購入品紹介してたんですけれどもそれ全部ね今回使うもう 使うことができたので、使い切ってはいませんけれども、全部ね、あの、いろんなか形であのバッグ完成できましたので、すごくね、満足してるんですよ。なので、今回はこのグラデーションウールとスパークルというこの糸をですね、ま、何かできたらいいなと思ってます。えー、本当にね、待ってたので、<laughs> しつこいけど、本当にグラデーションウールの新色待ってたので、本当嬉しかったです。本当に皆さんね、いろいろね、 もう本当教えていただいてねあの感謝してますありがとうございますあれがありましたよとかこういう意図がありましたよとか言ってみてくださいとかですねコメントをもらえてね本当いつも感謝してますありがとうございます今回もグラデーションウール <laughs> やっとね買うことができました本当にありがとうございました とまたね、次は、今日はね、こういうちょっとしたね、ご紹介になりますけれども、次はね、まあ試し編みをして、どんな感じか見てですね、あと何を作ろうかなという、そういうあれに、動画にしていきたいと思うんですけれども、まあ時間がある時にね、ちょっとしたいと思,い思ってます。その時はもうぜひね、あの、遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。えー、今日は、えーっと、グラデーションウールの新色と、新しいこのスパークルという、 スパークルというね、糸のご紹介になります、なりました。えっ、ー、と、次はね、なんか編んでいきますので、<laughs> 遊びに来てくださいね。<laughs> 今日も、あの、こんな、こんなね、ちょっと説明というかね、ご紹介も下手ですけれども、こんな動画でごめんなさい。<laughs> お付き合いいただきありがとうございました。えっ、ー、と、それでは次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。